Hey guys! Oh! No, be asking for you! 隣の。あー！ということで今回は隣のというホラーゲームやっていきたいと思います。まあおそらく隣に住んでいるこの汚ねブサイクなおばさんがね、ホラーのね、今回のね、まあゲイと思われる人間なんですけれども、まあこんなおばさんにはビビらない系 YouTuber ゆきなちゃんが、今回は隣のというホラーゲームを実況して皆さんを笑わかしていきたいと思います。それではやっていきましょう。この物語はフィクションであり、実在の人物団体とは一切関係がありません。はい、フィクションでよかった。ノンフィクションマジ怖えからな。うわ、なんか始まった。はい、ここで野菜に塩をもみもみします。量は小さじ1で、スマホの中で男性が爽やかに言い放つ料理系 YouTuber か。塩瓶に入ったやつしかないな。これどうやって小さじで測るの。首をかしげながら計量スプーンと瓶を見比べていると、男はさっきさっさと次の工程進んでいる。ちょっと早いんだけど。私は慌てて一時停止ボタンを押した。私の名前はミオ。絶対違うな、声優。18歳の大学1年生。この春からアパートで一人暮らしをしている。古い物件だが家賃が安いので不満はない。それどころか初めて自分の城を持てた喜びに愛おしさが止まらない。時代遅れの天井の模様や誰かが剥がした壁のシール跡にすら、愛嬌を感じているほどだ。可愛いね。いや、いいよね。一人暮らしってなんか、まあ、家族も家族のあの家いいけどさ、やっぱ一人暮らしって一層自由になるわけじゃん。その解放慣れた解放感やばいよね。こうして自由に料理ができるのも魅力の一つ。入居したての頃は出来合いもの、何それで済ませていたが、節約のための自炊に挑戦したところすっかりハマってしまった。とはいえお世辞にも得意とは言い難い。まあ私ね、料理プロフェッショナル系 YouTuber ゆきドラ、料理についてはお姉さんしっかり教えてあげれる自信があるので、どうですか、家行ってもいいですか。はい、ご覧のように塩の計量につなってバトル始末だ。しかしありがたいことに動画サイトには初心者向けのレシピがたくさん紹介されている。不器用なりに挑戦してみたいレシピが渋滞し追いつかないほどだ。へえ。まあゆきのちゃんプロフェッショナル系 YouTuber だからね。それにしても暑いじゃん。いや、わかる。最近暑いよねみんな。いや、私もめちゃめちゃ暑いんだよね、ほんと。最近暑くてさ、もうずっとこれだもん私。いやー、のび太さんのエッチなんで脱がせんのよ。セイティックは野菜を塩もみしながらため息をついた。今年の夏は災害級の暑さとかなんとか。いや、わかる。マジ最近クソ暑くね。いや、私もずっとね、もうタンクトップ1枚よ。お年寄りが室内で熱中症で亡くなったという報道もあったので、確かに災害級なのだろう。窓を全開にしているの。全開にしたら私の声聞こえまくるね。今日は風も吹いていない、イライラしく室内の熱がいつまでも居座っている。エアコンを使えば全て完結するけど、極力使いたくない。まあ私10月のね、後半までエアコンを使ってましたから。全ては節約のためだ。頑張れ。神道を滅却すれば火もまた涼しの精神だ。すごいな、こいつ出家しろよ。お前仏教徒のお前鏡じゃねえか。とその時、すいません、麻痺。スースー、不意に近くから声がした。ん？私が声をかけられたのだろうか。キョロキョロと辺りを見回すと、フリアウ！思わず変な声を上げてしまった。キッチン横の窓から一人の女性がこちらを覗いている。見覚えがある顔だ。確か隣の部屋に住んでいる伊沢さん。スースー、タオル貸してもらえませんか？古いものでいいので。伊沢さんは微笑みながら微笑みを浮かべてそう続けた。タオルですか？まだ心臓がドキドキしている。ドキドキの一年生がこの窓から話しかけられることなんてあるんだ。タオルか、どうしよう。いや、これはもう親切心のね、塊系 YouTuber。 やっぱね、近所の人とは仲良くしとかないと。まあね、後々自分がね、困った時に手を助けてくれない可能性があるので、ゆきなちゃんしっかりタオルは貸さないよ、無理。うん、貸さないよね。いきなりこんなところから声をかけてくるなんて、これは距離感やばい人だ。タオルなんてどうでもいい。伊沢さんと関わりを持つことが自体がリスクに感じられた。私は断ることにした。すみません、ちょっと貸せるものがなくて。伊沢さんは微笑みを浮かべたまま沈黙する。そこのやつでいいですよ。沈黙の後、台所の一角を指さした。指先で目を追うと台所用にかけてある青いタオルが目に入る。貸したくないんだけど、という気持ちを込めて彼女の目を見るが、まるで作り物のような笑みを崩さない。その目がちっとも笑っていないように感じられる。私はゾッとした。早くいなくなってほしいし、で私はタオルを差し出した。どうもー。伊沢さんはタオルを受け取ると軽く会釈して自分の部屋に戻っていった。
やばくね、こいつ。なんだったんだろう、今の。私はそっと窓を閉めた。鍵閉めたけ、もう。わお、めっちゃ怖くないそれ。電話の向こうで恋人の外、お前リア充かよ。急にやる気なくなったわ。ねえ、怖いね、やばいんだよね。顔がしばらくなる。嬉しくて抵抗が起きる。めんどくせえな。タオルがかわいそうだ。どうでもいいよ。その人って一人暮らしなの。あ、多分引っ越し先の挨拶以来ちゃんと顔合わせてない。たまにすれ違ったら挨拶するぐらいで、まあそんな普通なもんか。俺んとこで学生用マンションだから、そういう近所使えなくてよくわかんねえ。お前リア充かよ、マジ。キシいいなあ。私もソータと付き合いたい。それぞれ別の大学に進学したため遠距離恋愛。あ、そうなんだ。こうして毎晩ビデオ通話をして、新しい生活に馴染むにつれ、少しずつ生活の強化をしている。新しい経験、新しい交友関係、そういったものが増えるにつれ、お互いが知らない話題が増えていく。小さなズレがゆくゆく大きな分かれ道につながるのではないかと思うと、たまらなく不安になる。まあ、あるあるだね。ミオ、どうかした？黙ってしまった私にソータが声をかける。なんでもない、早くソータに会いたいなって。おい、イチャイチャしてんじゃねえぞ、てめえら。お前、富士急って富士急アイランドのことじゃねえか。ダメだぞ、俺戦慄プリだ。お前戦慄迷宮だな、これ絶対。もうあよ、イチャイチャすんねえよ。え、ホテルがあるの？ソータの変態バカじゃないロンボー。そういうシーンがあるなら見ちゃうわよ、めちゃめちゃ。え、俺の隣の部屋の音全然聞こえてないもん。鉄筋コンクリートだから、こっちの音も全然聞こえてないと思うよ、きっと。そういえば昨日のテレビ見た？そう、ソータさんの好きな芸人出てたね。あれ全然わかんないんだけど、どこが面白いの？え、そうなの？あー、じゃあ番組が悪かったね。てか、あの女優あんな顔だったっけ。やっぱそうだよね、絶対やってるよね。鼻の付け根おかしかったもん。もともと美人なのにもったいないよね。あはは、もう何言ってんの、全然課題進まないんだけど。え、手伝ってくれんの？全校違うじゃん、無理でしょ。あはは、はいはい。なんだこいつら。いや、リア充はもう俺が一番怖いよ、ホラーゲーでリア充イチャイチャが。〇〇号室のあの子、こんなこと言うのあれだけど、いつもうるさかったわよ。私は下の階なんだけど、あの子毎晩大きな声で電話してるのよ。窓開けると全部聞こえてくるの。窓開けはダメ。私みたいにしっかり密閉した空間でやらないと。私一回しか苦情来たことないからね。ああ、料理中にもスマホなんかで動画を見てるみたいで、その音もすごく大きいの。料理中だから大きくしないと聞こえないんだろうけど、たまったもんじゃないわよ。それは私が窓を閉めればいいんだけどね。暑いじゃない、エアコンは効きすぎるし、年寄りの体には触るのよ。触らねえよ、お前の体は。しょぼしょぼだろ。隣の家の人は、気の毒よね、聞きたくない若者の私生活を聞かされて。本人は楽しくて仕方ないけど、橋が転んでもおかしい年頃って言うじゃない、どういうこと？でもね、こんな格安アパートに住んでる人たちには、耳には毒。私も含めてね。金もない、家族もない、そんな人たちばっかだもん。まあ、人生の負け組ってやつですか。まあ今となってはね、こんなこと言っちゃってかわいそうよね。だってあんなことがあった。なんかあったんだ。まだ犯人が捕まってないんでしょ。え、顔見知りの犯行だって聞いたけど、誰に言って。それはやられちゃったの、あいつ。今夜は大学の友人たちが遊びに来る予定。食べ物や飲み物は持ち寄ってくるらしいから、せっかくなので何か作りたい。動画サイトで簡単おもてなしレシピを再生しながら、私はキッチンに立っていた。もちろんウィンドウは開けていない。あのタオルの一件から2日が経過していた。伊沢さんからの接触はない。こうか不幸か、ここが不幸か、廊下ですれ違うこともなくなった。正直タオルを返してもらえるのかも煩わしい。もう忘れてほしい。できれば忘れもあった。忘れたい。ちゃ窓が開けられないため、風通しの、ために玄関を開けることにした。と言ってもドアロックの届く範囲だ。もっと大きく開けたいけど、変な人が勝手に入ってきたと思うと怖くて外せない。おかげで風通しは悪い。エアコンつけろよ。と、そんなことを考えていたら手が止まった。いけない、いけない。今はおもてなし料理を作ることに集中しないと。気を取り直して私はもう一度動画を再生した。さーて、まずは乳首とチーズを切ったらダメでしょ。ちくわかよ、びっくりしたわ。え、入ってくんの、まさかモニタリング、輪ゴムで開けるの、これって。あ、分かった、輪ゴム飛ばしていくの。あ、これ知ってる、見たことある。私、
か、なんかウェーンって開くんだよね確か。これ来るんじゃないの、あいつ伊沢さん、クイズとクイズノックの伊沢拓司さん。しかも、ミオ、顔見知りの犯行だって聞いたわよ。凶器が本人の持ち物だったから家に招いた誰かにってことなんでしょ。なんか友達も来てみたいじゃない。誰に聞いたかって、だからあの人よ、あの子の部屋の隣の。わはい、ということで今回隣のっていうホラーゲームやってみたんですけど、ガチクソゲーでした。はい、あ、まずリア充出てくる時点でマイナス10ポイントで、あの女の人がブサイクなんでマイナス10ポイント、内容はクソなんでマイナス10ポイント、合計マイナス30ポイントと取りました。はい、もうこんなホラーゲームはねやりたくないんでね、もっとね面白い神ゲーがあればね、皆さんツイッターやインスタの DM で教えてくれると嬉しいです。それでは次回のゆきなちゃんのホラーゲーム実況を思い出しましょう。バーイ。最後まで見てくれてありがとう、マドモーゼル。Twitter、Instagram もフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey, guys!